ありがちずむ。妊娠中の性欲にありがちなこと。うん、性欲シリーズだ。にに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 にっしゃー、よかったよかった。つまりやらなんやらいろいろ大変な時期がいっぱいあったけど、ついに安定期に入りました。皆様ありがとうございます。誰に言うてんねん。てなわけで、いろんな症状もだいぶ落ち着いてきて、気持ち悪くもなくなったし、食べたいって思えることも増えてきて、元気になってきたな。そしてちら、うん、風呂さっぱりした。ん、どうした、ガチ子、何かすることある？あ、いやいや、別に何もないですよ。アリオの唇、潤っていてプルンプルン。体も最近鍛えているからか、いい感じで筋肉がついてる。生唾を飲むとはこのことね。やっぱり、性欲の方も強くなってる気がする。あ、今晩襲っちゃおうかしら、ジルリ。なんだ、このヒョウ、いや、虎に狙いを定められている獲物のような気分は。ガレレレレレレ。安定期に入ると、性欲がじんわりと復活していきがち。母体のことを考えてあんまり激しくするんじゃないぞ。ダメだ、もうおしまいだ。ダメだ、ダメだ、おしまいだ。ダメだ。トイストーリー1の終盤のウッディか。で、どうしたんだよ。いや、さあ。ほら、ガチ子、妊娠中だろ？ああ、奥さんか。そういえば、妊娠中だよな。でさ、いたわりたい気持ちはたんまりあるし、何でもするつもりだし、実際お願いされたことは何でもしてるんだけど。いい旦那じゃねえか。何が問題なんだよ。性欲だ。え？なんで？性欲だ！俺の性欲がたまりにたまって、もう爆発寸前なんだ！爆発してんじゃねえかよ！全然抑えられてねえよ！自己発電にも限界があるし、かといって浮気とか絶対ありえねえし、ガチ子のこと大好きだし、ああ、どうしたらいいんだよ。だったらこの後、風俗にでも行くか？金を払って女を抱くのは浮気ではない。ふざけんな！それすらも嫌なんだよ！俺が抱きたいのはガチ子、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 ガチ子だけなんだよ！わかったって、ごめんごめんごめんって。妊娠中の夫は、いたわりたい気持ちと性欲で頭を悩ませていがち。こりゃ出産後、子供と夫の面倒でガチ子大変だな。ムラ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 、もう超ムラムラする。もし今ここにアリオがいたら、ガッついてやるのにな。もう、どうしよっかな。あ、そうだ、女性向けのアダルティーなビデオでも見ちゃおうかな。最近は女性向けビデオも結構クオリティが上がってるし、見応えバッチし。まあ、その中で私はやっぱり優しいプレイのが好きだな。優しく包み込まれるようで、こんな抱かれ方されたいなってなるんだよね。よーし、そうと決まればレッツホニャララ。主に優しいプレイの女性向けビデオを鑑賞していがち。主にということは、たまにハードなものも見てるんですか？はい、ぐるぐるピン。ガチ子、気持ちよさそうに寝てるな。かわいいな。にゃーりよ。あ、寝言で俺の名前呼んでる。やばい、なんかガチ子の寝顔を見てたらムラムラしてきてしまった。仕方ないか。ガチ子さん、その寝顔ちょいとお借りいたしますよ。うわっ、あるよ。ガチ子、これは。フランクフルトにはマスタード派です。フィー。おお、ぶねえ、寝てた。ちなみにガチ子さん、くれぐれも俺のものにはマスタードつけないでね。嫁やパートナーの寝顔を見て興奮してしまいがち。まあ、溜まってるからな。見てるだけでギンギンか。ねえ、アリオ。今日いっぱい歩いたから足が疲れちゃって、マッサージしてくれない？あん、お安いご用だよ。どう？気持ちいい？すごく気持ちいいよ。ありがとう。おい、大丈夫？痛かった？いや、なんでもない、大丈夫。やばい、ただのマッサージなのに、アリオに足触られて、それだけで、なんかいつもよりも体が反応しちゃう。気持ちいい。なんか今の声、すごーくいい声だったな。ああ、やべ、下腹部がもぞもぞしてきた。マッサージしてもらうと、性欲がかきたてられがち、しとる側もかきたてられとるぞ。ああ、お腹重い、それに眠いし、頭も痛い。ここのところ、性欲が強くなったかなと思ってたけど、今日は考えられないわ。翌日。なんか今日は体の調子がいいぞ。昨日はあんなに体が重かったのに、今日こんなに体が軽いの、なーぜなーぜ。よーし、今日はアリオが帰ってきたらいっぱい甘えちゃおうっと。翌日。バチクショーが、昨日はあんなに体も性欲も超調子良かったのに、今日はまたダウンする日だ。まあ連続で続かなかっただけマシか。ホルモンや体調の関係で日によって性欲があったりなかったりしがち。安定期に入ったからって毎日同じってわけではないんだ。ガチ子、大丈夫？うん、ちょっと横になったら大丈夫だと思うから。ああ、お腹の中に赤ちゃんがいるんだし、そりゃ大変だよな。ガチ子がこんなに頑張ってるんだ。よし、俺もここのところガチ子の前だとずーっとビンビンだけど、我慢頑張らないと。アリオ、全部言ってるぞ。ごめんなさい。いや、謝られるのもなんか違う気がするけど。じゃあ、出産後はいっぱい抱くぞ。その意気込みは黙ってていいと思う。子供が生まれたら嫁をいっぱい抱くと心に決めがち。実際は子育てでそれどころじゃないと思うけどな。
ねえねえ、みんなって妊娠中の性欲どうなってる？私は妊娠したら性欲が全然湧かなくなったな。私も、もう全然する気ないや。旦那には悪いけど、欲がないからできないよね。ああ、そうなんだ。やっぱりみんなもそうなんだ。へえ。とは言うときましたけども、実は私、妊娠中ですけど普通に性欲あるんですよね。これって私が異常なの。普通じゃないの。私ってそんなに性欲モンスターなの？ということはその相手をしてくれていたアリオも、性欲モンスターというわけ？性欲がない妊婦が多い中、普通に性欲がある自分に驚きがち。ただ人によるってだけだと思う。ああ、抱きてえ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 抱きたすぎる！もうガチコにこの思いをぶつけてしまった方がいいのかな。それに今日のガチコは体調良さそうだったし元気だったし、夜その糸舐めたりできないのかな。んー、あ、ちょっと待て、いざやるとなったら どんな体位でやるのがいいんだ。正常位は仰向けになるからお腹が重くて苦しいだろうし、かといって騎乗位の場合はガチコがいっぱい動くことになるからしんどいだろうな。ガチコがうつ伏せになる体位は絶対ダメだし、どれがいいんだろう。やっぱり四つん這いからの後ろからか。考えていても仕方がない。よし、営みを申し出る前に妊娠中のやり方についてしっかりと勉強しておこう。さあグーグル先生ご教授ください。ムラムラするも嫁のことを考えて事前にどの体位がいいのか調べておきがち。どの体位がいいんでしょうね。よし、洗濯物も干したし休憩しようっと。よいしょっと。もうまただ。なんか落ち着いちゃったらちょっとムラっとしちゃった。また女性向けビデオのお世話になっちゃおうかな。今動いた。めっちゃお腹蹴られた。すごい。ちょっと待って、これぐらい大きくなった時に外から声をかけたらどうのこうのって言うよね。ということは私いつもアリオがいない時にスピーカーで音を流しながら見てるけど、これって対極的にやばいんじゃない？とんでもなくスキルな赤ちゃんが生まれたりしない？いやせんやろ。女性向けビデオを見てる時に対極的に大丈夫かと不安になりがち。気になるならイヤホンつけなさいよ。ガチコ俺もうやばいよ。でもな、私一人で昼間にしちゃったからな。お願いだ、頼むよ。キスとかしてくれればそれでいいから、十分だから。あとは俺一人でそれをおかずに処理するから。はっきり言うな。でもさすがに断ったらかわいそうだし、ないとは思うけど浮気にもつながっちゃったら嫌だし、しょうがないな。いつも我慢させてごめんね。キスは私もしたいよ。だからどうぞ。マジでやったー。湧いた旦那の性欲に最後まではせずにスキンシップで寄り添いがち。スキンシップ、どんなスキンシップですか？相手、やっぱり自分の手じゃなくてガチ子を抱きたいな。一回だけ夜のお店にでも行っちゃうか。いや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 、そんなことは絶対にダメだ。妊娠中のガチ子を裏切ってしまう。なんてことを考えたんだ俺は。はい、もしもし。ありょー、助けてくれー。いやー、びっくりした。なんだよ急に。嫁が妊娠中で営めないから夜のお店に内緒で行ったんだけど、それが全部バレてしまってよ。今離婚の危機なんだよ。ありがとう友よ。え、お前のおかげで俺は完全に踏みとどまることができた。感謝するぜ。何の話？じゃあな。ちょっとありょー、おい。ピッと。やっぱりそうだよな、妊娠中にそんなことされるの嫌だよな。俺は絶対にガチ子を悲しませないぞ。って何勝手に一人で整っとんじゃこら。旦那が夜の店に行きたくなっても離婚の話を聞いて肝を冷やしていがち。そして友人くん自業自得ではあるが、ご愁傷様。ちょい待ち、なぜか今日ムラムラが止まらない。家事もしないといけないのにムラムラのせいで全然手につかないよ。仕方ない、先にちょっと一人でしてくるか。数分後。すごい、何これ、今日の感度いつもの5倍はあった気がする。だからこそいつもの5倍は疲れた。ちょっと寝ようかな。ぐるぐるピン。妊娠中の性欲は普段よりも感度が良好になりがち。なん、ほんと？そして結局家事に手ついとらんやないかい。ねえねえアリオ。おお、どうした？妊娠後期は営まない方がいいんだって。子宮に影響することもあって早産に繋がったりするかもなんだって。マジかよ、それは絶対に避けないとな。でも今は私まだ後期じゃないよ。じゃあ今のうちにいっぱい愛し合っておかないとな。もうありおったら。でも声は抑えるんだぞ。なんで？子供に聞かれたらどうするんだよ。もう何言ってるのよ。早くベッド行こう。うん、妊娠後期はしない方がいいため今のうちにやっておきがち。さあお楽しみください。というわけで皆様、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。共感できましたか。楽しんでいただけましたか。もしよろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。